高校3年生18歳のはずなっています。よかったらちょびっとだけでもいいので聞いて帰ってください。お願いします。じゃあ最初に HY さんと HY さんのなおっていう曲を歌います。はい、じゃあ、まずトップバッターに、お願いします。忘れられない
Yeah.
がとうございます。ありがとう。高校3年生18歳のナズナっています。よかったら今日は5時半過ぎぐらいまで歌ってると思うのでちょびっとだけでもいいので聞いて帰ってください。お願いします。ありがとう。寒いのに聞いてくれて。よかったら年内に TikTok のフォロワーさん3万人目指して頑張ってるのでよかったらあのフォローだけでもして帰ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しいです。お願いします。じゃあちょっと西野香菜さん続くんですけど、ベストフレンドっていう曲を歌います。よかったら今隣にいる大事なお友達さん思い込めながら聞いてください。お願いします。
Bye.
いと思いますけども、やはり進めているなということが分かるわけですね。そして我々はありがとうございます。初めましての方、初めまして、こんにちは。高校3年生のラジナっています。よかったらちょびっとだけでもいいので聞いて帰ってください。お願いします。そしてこれを誰がやっているかということを皆さんに問いかけているわけです。じゃあこの中でえらい寒いな今日。じゃあちょっと人ちょびっと前に流行ったマカロニエンピスさんの何でもないよって曲を、それによってこの曲だな、めっちゃバズる。それだけです。テレビ新聞ラジオをつければ若い人が全く知らなかった赤の寒い今回って名前、もう名前は変わってるわけです。僕には何もないな、泣いちまうよ、もうどんでよぎのせいもっと変えたらよしも、君がくれたのは愛や幸せじゃない、とびっきりの普通とそこに似合う笑顔が、僕でよかったかい、こんな僕でよかったのかい、なんて聞いたりしたいよ、だって君がよかったんだ、そんな僕の予感なんだ。体は関係ないほどの心の関係、言葉が邪魔になるほどの心の関係、会いたいとか包まれたいとか眠りたいとか、そんなんじゃなくて、ただ僕より先に死なないでほしい、そんなんでもなくて、ああやめときゃよかったな、なんでもないよ、なんでもないよ。被害者を代表してこういう話をさせていただいておりますし、皆さんにまたありがとう。
ってたんだけども、大人になって気づいたっていうところですね。親の代から何回も何回も自己紹介させてもらってすいません。高校3年生、17歳のランナーといいます。京都府出身で、ありがとう。京都府出身で、何をでしたっけ、大阪でやることの方が多いんですけど、音楽の高校通いながら音楽活動してます。よかったら3月にツーマンライブも決定してるので、よかったらちょっとでも気になってくださった方、今日豊にチケット持ってるので買ってもらえれば嬉しいです。お願いします。じゃあ次の曲に行きますね。ちょっとほんまに寒い。みんな後から格好をして聞いてくださいな。皆さんのテクノロジーといえば、皆さんのご存知の GPS だとかスマホだとか、盗聴盗撮だとか、そういうものも含めてテクノロジー犯罪でありますし、さらに皆さんのヒゲダンのオダウトという曲を歌います。知らない犯罪、クリスマスツリーがバリキュー。
じゃクリスマスということでクリスマスソングを歌えます。バックナンバーさん、みんなクリスマスは何するんですか？恋人とデートですか？家族でご飯ですか？ナズナはパパとママとお姉ちゃんとご飯に行きます。Thank you.
プル羨ましい。いいなクリスマスって。1年間の中で一番好きな行事やわなすな。それに屈している方もたくさんいて、黙ってですね、もう取ってる方が、もう一曲、この反対のことは知っているという方もいると思うんですが、黙ってそういう、最近ハマってるんですよ、この100万回の I love you っていう曲があるじゃないですか、のウィンターバーっていうのが、冬のバージョンがあって、それにちょっとハマってるので、歌います。すごくないこれ、めっちゃ可愛いね、そんななってる。愛しても言葉じゃ足りないくらいに君が好き。愛しても言葉を100万回君に送ろう。恥ずかしい。じゃこれよくあるんですよ。ごめんなさい、マジで。すいません。久しぶりに来れなかった。人が多いからさ。電波の取り合いしてるんかな。ごめんなさい、気持ちよく聞いてくださってたから。どうしよう、もう一回撮っていいですか、ちょっと一瞬待ってください。やだ、ちょっと待ってな。キャー、とてつもなく恥ずかしかった今。一回息を取り直して、今のは聞かなかったことにしていただいて、はい、もう一回やりますね。ちょっと水でも飲ませていただいて。こういう時もあります、こういう時も。よし、ほな、すいません、もう一回やらせてもらいます。今なんかもうクリスマスソングからこの流れ完璧やったくないですか。うそー、出てこへん、出てきた、ちょっともう一回貸してもらいます。恥ずかしかった、もう一回行きます。愛しても言葉じゃ足りないくらいに君が好き。愛しても言葉を100万回君に送ろう。ありがとう。
それとも興味なのだ。きっと未来だいだろう。それぞれの特別を僕にとって紛れもない、それは君だから。愛してるの言葉じゃ足りないくらいに君が好き。愛してるの言葉を100万回君に送ろう。 Baby I love you baby ルッツルルルルツルルッツルルルルツル。改札の向こう側人混みで消えてゆく後ろ姿目で追った。トラブルもありましたが、聞いてくださりありがとうございます。本当にあんまり困るぐらい電波が良くないイメージが。ちょっと一旦カメラの充電にして帰ってもいいですか。ごめんなさい。歌える曲ってあります？2曲歌いました。今歌ってちょうど今ちょうど2曲歌いました。クリスマス他に歌います？全然歌いますよね。どっかで歌えるタイミングあればね。え、わかりました。他あるかな、クリスマスソング。え、なんかあります？クリスマスソング。
思い込むの。あんまり思いつかねえ。住所だったら世界中歌われあれ覚えてねえ。クリスマスやからさ、歌ったら聞いてくれるかなと思って覚えてる。ありがとうございます。じゃあちょっとリクエストもらった曲を歌います。あのバックさんとフィーチャリングで、おびっくりした、陽子さんが入ってる、あのゆうりくんとあのルナちゃんパンパンザイのが一緒に歌ってた曲を一曲歌います。知ってる方少なかったらごめんなさい。好きな曲です。今年やから絶対そのせいや。いける？あ、いけた。
けるハビットはここなんか、あ、なんかナズナをこうやってタッチしたらいけるわ。うん、あれ Thank you、 ありがとうございます。ファンの方にカメラ手伝わされてするっていうやってること最悪、ごめんなさい。谷由紀さんの相言葉っていう曲を歌います。いいなぁ、カップル羨ましいなぁ。ほら僕を見て、大切なあなた、あなたの代わりにこの歌を。No!
がとうございます。ありがとう。嬉しいね、こんなに聞いてくれて。マジで1年前の冬とかこんなまず三脚とかなかったし、ゼロ人スタートが当たり前やって、ほんまになんかこれが当たり前になったらあかんなって思います。ずっとずっと有名になるまで天狗にならずに、もうファンの方と等身大で二人三脚でもう有名になるつもりで頑張るので、よかったら応援してもらえると嬉しいです。お願いします。じゃあじゃあちょっとしっとり、ミセスグリーンアップルさんが僕のことを見て、僕と君とでは何が違う、同じ生き物さは変わってる、でもね僕は何かに怯えている、みんなもそうならないな、かもしれない、誰かを好きでいるつもり。
ている努力も孤独も報われないことがあるだけどね、それでもね、今日まで歩いてきた日々を人は呼ぶ、それがね、奇跡だと。大丈夫や一番厚着してるじゃないですか絶対野球部ですか野球部、うん、高校2年生おー、すげえ、この曲流れる。うわー、ありがとうございます。ハピネス、アイさんの曲を歌
幸せな気持ちになってわ。ありがとうございます。喉の調子がめっちゃ悪くて、今月箱のライブが4つもありがたいことにあるので、それに備えて今日はちょっと短めに、またこの1曲終わったらお話しする時間、物販も持ってきてるので、グッズとか買ってくださる方、12月27日にある箱のライブと3月11日にあるツーモンライブのチケットも今日持ってきてるので、よかったら今日ちょびっとだけでもいいなって思ってくださった方、買って帰ってくださると嬉しいです。お願いします。シェネルさんのハピネスっていう曲を歌って、あ、ハピネス続きにしてもらった。ハピネスっていう曲歌って終わりたいと思います。ありがとうございました。今日寒い中、帰ったら暖かい格好して寝てください。風邪ひかないように。
とうございました。今日はおっちゃんですけど、よかったら12月梅田でのジュルームがたくさんたくさんあるので、よかったらあの暇な時でも友達と待ち合わせで友達が遅れてくるってなって暇な時とかあのご飯行く前にちょこっと寄り道とかだけでもいいので来てくれたら本当に本当に嬉しいです。あと最後に告知だけさせてください。12月の27日にあのライブがあって、そのライブの手売りチケット、スイタのメインホールっていうところなんですけどやるので、よかったらそのチケットと、あと3月11日にツーマンライブが決定してます。よかったらまだ先のことであの予定とか分からない方がほとんどだと思うんですけど、あのお取り置きだけでもできるので、よかったらこの後声かけてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとう。